皆さんこんばんは。麻雀デラックスモンド21杯の時間がやってまいりました。本日は第10戦の前半をお送りいたします。対局者は飯田雅人さん、小島武夫さん、伊藤優子さん、金子雅輝さん、解説には、抜け番の安藤満さんと私、土井康明がお送りいたします。今までのところは、安藤さんがトップなんですが、安藤さんは今日は解説ということで下々を眺めるというところなんですけれどもまあ金子さんと相当肉薄してますから、ですね。あと他の方 もうワンチャンスみたいなもんですよね。そうですね、相当詰まりましたね。詰まりましたね。飯田さん、新津さん、小島さん、みんな詰まってますからね。伊藤さんがちょっと離れてますけど、伊藤さんも前回なかなかいい形でトップ取りましたね。そうですね、トップ取って、やっとあの追い上げが見れるかというね、死神らしいところを見せてほしいですね。そうかな、今回は日さんがそうか抜け番で、今日金子さん以外はみんなとりあえずまあマイナスなんです。マイナスですね。でも怖いですね。飯田さんがやっぱりちょっと怖いですね。あのやっとこうエンジンがかかり出したっていう感じで、そうですね、ここで、この辺からね、今マイナスが 19.5 ですからね、大したことないですもんね。今日の出来次第でトップに立てちゃうような感じ点数になりますよね、これね。最近5戦は3回プラスですね。お願いします。という曲、開始しました。親は金子雅輝さんです。以下なんちゃ飯田さん、シャーチャ小島さん、ペイチャ伊藤さんです。ドラはパーピンですが、もう親の金子さんにパーピン統一で入ってますね。これは本牌が重なるのを期待しつつ、単ヤオでまとめるのが、序盤の構想だと思いますが、飯田さんが手が軽いですね。なんかいいですね。差し子に差しが見えてる形でいいですね。ちょっとイソでずれましたけど、まあ、特に気にすることもないです。小島さんが6、7、8の三色ね。金子さんも関数が、今日は序盤から手が割と動きますね。そうですね。島さんもう医者点ですね。白ポンで医者点ですね。白ポンで勘違いっぴのテンペが入りますね。この鎮定は仕方ないですね。金子さんちょっと手がやっぱり重いですな。入っときました。これでテンパイ、とりあえず勘数ピンのテンペですが、これまあドラパーピンです。まあリーチはまだないですよね。外しましたね、医者点。そう、ししましたね、マンズにね、手広い形に、厚い方に残しましたね。隠蔽公明を残さないで三品の方を残しましたね。そうですね、両品引きで二差しを狙ったんじゃないですかね。ちょっと金子さん重いですね、せっかくドラと一度持ってきてるのに。どう雰囲気としては飯田さんがすんなりテンパ入れそうな雰囲気はあるんですけど、これポンテも取らない。取らないですね。煮泣きですね。煮泣きしないんですね。これ金子さんにチーピンが入って、これはちょっと小島さんの目がなくなりましたね。もう今のでテンパイだけど、これ、もうチーピンないですね。チーピンがないですからね。これは苦しいですよ。あ、リーチ行くんだ。これ空転ですね。空転、一応引っかかってるとはいえ、ドラ表示牌ですからね、町がちょっとこれは出ないでしょうね。急速でリーチなら白ポンの方が良かったというもんとも思えますしね。結果あるんでしょうけど、
これはもうちょっとサウンゾーが切りづらいですよね、ローソー統一で。あら、あ、井戸さん、なんという抜き打ち。あらららららら、ら、これはちょっとびっくりしました。裏ドラが5万、リーチ一発ドラ1、5200です。あ、ちょっとびっくりしましたね、これね。あっさり出ましたね。ドラ表示牌の掛け捨て牌はもう4-2ですから、偶数牌だけですから奇数の引っ掛けが十分にあるとこですね。ドラがパーティンだけにね、あの4は先切りしますよね。飯田さん、やっぱり外積むか、外外になんかこうピシッと決まらなかったんで、そこで降りようを考えたんでしょうけど、ちょっとあまりにもあの感じっていうのは正直すぎるもんだから、飯田さんもそこまではないと思ってますかね。そうですね、まあ、リーチに迷いがなかったですからね、今小島さんの声に、ちょっと迷いがあれば、あの疑っちゃうんですけどね。トン2局、その飯田さんが親です。ドラは何、まあ、飯田さんでも、まあ、手はそれなりに軽く来てるんですよね、今度は。そうですよね、軽いですよね、先ほども軽かったけど。小島さんもカウンピンを引いて、なるほど。金子さんもちょっとまた、本体絞りながらですね。そうですね、これは飯田さんはペンチーソーが苦しそうだから、軽いのは伊藤さんがだいぶ追いつきましたね。そうですね、今回は伊藤さんが良さそうですね。金子さん今心の中で思ってますよ。あ、これであの飯田さんは苦しくて、あの小島さんがね良くなるんじゃないかな。なぜかというと今チーピンがないのが見えてる、知ってるわけですよね。そうですよね、金子さんチーピン2枚抱えてて、だからそういうところでね、あの誰をマークするかっていうのを多分考えてると思うんですよ。この感じ、袖でちょっと行く気になりましたね、金子さんが。飯田さんも5779の形に66と引いて、形まとまってきましたね。閉まってきましたね。閉まってきましたけど、やっぱり伊藤さんのちょっと早そうかなという気がしますけどね。あ、でもウーパーソーがパーソーが3枚切れてるから、あまりいい形じゃないんですね。そうですね。スーソーあたり引いてという考えでしょうかね。あ、金子さんだいぶ落ち着きました。これで6、7、8の3色はなくなって、これで飛車点ですね、飛車点が2人。飯田さんはペンチースを整理して、あと伸びに期待するだけと。統一、統一、統一で、チー統一を考えてますね、小島さんは。金子さんもこれ動かさないですね、おそらく。そうですね。飯田さんもいいシャンテン入りました。みんなピンフのいいシャンテンで、小島さんだけがチートイチシャンテンですね。小島さんも伸びましたね、シャンテンにこぎつけた。あ、これの方がいいですね、伊藤さんね。これでちょっと難しいです、一通狙うかもしれないし。あ、なんかね、なんか一瞬狙いそうに入りましたね。俺ね、伊藤さんは好きなんですよ、役が。一番だけど、まあね、テンパイチャンスはすごく狭いですけどね、ああ打っちゃうと。あ、ここで6万頑固。わ、これやっぱり白が頑固になってる。ユピン引いて、一平行もありますからね。一応ほらね、これテンパイの浮きも逃してる。これはね、伊藤さん、やっぱりちょっと、まあ、トンの一局ですからね。
金子さんもなんとか難を問い詰めしたいってことですか。これも動かせないな。あ、これもう一度。もう一度、これは考え出すでしょう。こんな意地を張らない方がいいんですよ、世の中は。で、おい。意地っぱりですね。これで椅子を切るでしょ。もう椅子層ってのはだいぶ薄くなってるんじゃないですか。なんでも広く構えましたね。もう勝負かかってますね。6万が小島さんにあんこだから一通は厳しいですね。そうですね、どっちにしても9万は丸い気なのかな。これ飯田さんもそうですね。飯田さんも6万が欲しく、パーピン6万欲しくて、あ、テンパりました、ね、これどっちで行くでしょうね。南端期、南端期ですね。あ、チートだ。これ闇天になってくるのこっちの方が高いですもんね。そうですね、イペイコーだとリーチかけても多いですね。白で、あ、白はもう白2枚目点ですね。それなら文句ないですよね。テンパった。ローキューマンリーチ、小島さん追っかけるんじゃないですかね。リーチピンフ、うん、何合わせ打っても誰も合わせ打ってないですからね。金子さんの何に合わせ打ってないということは山にいる、そういう考え方が持てます。5万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 3万切れてますからね。やりちですね。追っかける。これはああ手が1万しか切れてない。これは伊藤さんはあそこで掃除で一目につくときはローキューマンの6万小島さんの6万で打ち取れてるから、そうですね、ちょっと嫌でしょうね。金子さんは買う嘘でこれはまたダマ点を続行します。おい、パチョン、4枚生きてる、9万を先ほどの5人を取り返して4セオです。裏ドラがピンズですね。あ、裏ドラウーピン、ウーピン、うわ、小島さんでっかい手、でっかい手だね。飯田さんがリーソクズムピンフ、ドラ1で4セオールで先ほどの失点を、倍以上取り返しました。さっきの失点があるんで、なんとなく小島さんはここでもなんとなく有利なのかという気がしましたね。そうですね、一番伸びた手牌でしたから。一陣前にローマン通しましたしね。そうですね、まあ、いわゆるこれね、僕流にね、解釈するとね、パイが違うんですよね。トン1曲目のパイと2曲目のパイ、だからね、あの 2曲目のパイの時にはね、全曲のエラーがね出てこないんですよ。なるほど。僕これは僕流の感じじゃないんですけどね。水は持ったことありますね。それがもうセットされてるんですよね。そう、その前にセットされちゃってるんでね。ただこれからはそれぞれ出てくるでしょうけども、トン1曲、2曲に関してはね、出てこないんですよ。どんなされてるんですか。で今回は全曲エラーした、飯田さんがエラー、まあエラーっていうか振り込んだパイが出てきてるんですよね。だから今のこういう機械でやる麻雀に関してはね、連続して上がることが非常に大事だと思うんですよ。2回行きますか。そうなんですよ。飯田さん管理案するとこれで。チーピンと小さなくっつきのテンパイですね。あ、そうですね、2射点ですね。トン3曲でドラはトンなんですが、まだトンは誰も持ってないですね。伊藤さんもいい射点で、伊藤さんが結構手が伸びてきてて、いいですよね。まだ上がりには結びついてないですけども、これは伊藤さん何持ってきたの。テンパイですね。でも1通目がありますから、あと1、2射がありますね。どっちでもいい。あ、なるほど。
こういう時はなんかいい、つま上がるとつまらないですよね、イーシャンテン。そうですね。先輩のまま。金子さんはどう弾いて。苦しいな、今日は。金子さんもこれはほとんど折り、そうですね、日本地位統一はあわよくばで折りですね。相田さんね、うふふっと持ってますよ、これ。一番いい形のイーシャンテンですもんね。あ、イーシャンテンパイですよね。お、おじゅんちゃんさん執行のちゃんた三色でしょうね。あ、行きますね。本当に役が好きだな。必要なまでになっていくよな。そうじゃないと狙わないと、先ほどね、伊藤さんが6万でお山を上がらせてないんですよね。先手で蹴れたのに。安藤さん、こういう飯田さんの手でチースト3万で積もったら上がっちゃいますか、そのまま。あります、親だから。はい、親だからと関係なくても上がりますね。もうこれで上がらないんですよね。もう一回積も切りしちゃう、積も切りしちゃったり。緩いんですよね、そこのところは。つもぎりにしなくても、まあ、どっちか一個外せばくっつき、くっつきになるのか。あ、そうそう、あ、なるほど。あ、おっと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 。ああ、決めちゃいましたね。決めちゃいましたね。もうトンキ、トンキってもいいですよね。ね、飯田さんもね、リャンマンが、ないんですよ。ああ、だから1、2、3にはならないし、ええ、パッソーもね、あと1枚しかないんですよ。1つ目もちょっと苦しい、球層もないし、1つはならないし、やっぱりあの、振り込んだ時のパイですよね、これは。形だけは万全なんですけどね。あれならないんですよね。うん、こういうの見てると、僕のあの意見は結構正しいもんだなって、後輩に騙されますね。あまりあれですね、ああいう方でガタッと落ちることたまにないですね、麻雀。そうですね。大体なんとなく騙されて後に落ち出すって形ですね。そうですね。なんか変だぞ変だぞって思ってるうちにね。伊藤さんもね、やっぱりあの ETH がね、トーンをちゃんと切っとけばいいんですけどね。それなぜかというと、前局あの6万で上がりを逃してますよね。だからあのそれでこの飯田さんに連チャンさせてると、この親は本来はないんですからね。そうですね。だからやっぱりあの飯田さんに対しては非常に悪いですよね。あ、聞きましたね、ペイさん。あと3ピンがあと1枚、これだけど出ますかね。わざとらしい切りですもんね、これね。ただ、E ピンあの時つもぎりしてるんで、傷にはなってないんですけどね。ああ、なるほど。その分だけいいですよね。ドラ切った後に E ピンが出ると、これはまあ、そう、ちょっと見えちゃいますからね。ドラよりなぜ E ピンが大事なのかってことになりますからね。ほとんど112とか113というのは読まれますから。僕だったら、だからこれ1、2、3じゃなくて2ピンを飛ばしてですね、シャンポンで、E ピンと白のシャンポンで闇張ってますよね、これ。これはポンしましたね。小島さんが、なんちゃ風ですね、なんをポンして、これでちょっと伊藤さんペイサンピン一手に絞られましたね。これであと1枚まあ絞られたと言っても、まあ入り目ってことありますから、はっきり絞られ、まあ、でもほとんど絞られたら近いですね。リーチ行っちゃうんじゃないですか。行かない、
やっと、やっと、 やっとですね。で、サブロー級ソリーチです。これ 何ポンですかね。ずっと硬直してましたから。伊藤さんがどこまで、ええ、いけるかと。これ裏筋の一番ですよ。嫌なとこ持ってきますよね。でも現物ですからね、3ピンがね、どうするんでしょう。これ行くでしょう。行きますね。もう飯田さんはもう高めの球数ないんですね、うん、ない、まあ、随分前からないことはないんですけど。サブローさんはまだ これは強いですね。ああいう動きが、うん、裏柄も嘘で4100オール。なるほど。これは先ほどの本当に伊藤さんのあのロキューマンに取れなかったのがすごく大きいですね。響いてますね。これはこれも輪足相撲ピンフドライチ4000オールですね。一本まで4000と100オールです。これちょっと飯田さん爆発しそうですね。そうですね。伊藤さん、これあのもう完璧にダメな手配ですね。椅子間はもうないでしょう。ないし、そうですね、サブローキーピングも寄せに流れていくだけっていう、これはチートするしかなくなるんですね。これ金子さん今あの ローソーの方切っちゃったでしょ、あれ僕だとね、ウーソーの方切るんですよ。なぜかというと三蔵が統一になったってことでね、あのローソーの方残すんですよ。これは、ま、僕ですとね、今それちょっと意識してみて、金子さんは割と筋残さないですよ。残さないんですね、あれどうも色でやってるのかなと思いますしね、あね、ここでローピンがあんこになってもうサブローキューピンがダメになっていますよね。ただ伊藤さん、さっきウーピン重ねてチートイツ2射当てなんですよね。そうですね、もうこれはウーパーピンとかそういうふうな形になりますね。チートイに行っちゃいますよね、サブローピンは絶対ここは引かないっていう。ここでウーパーに来てるパーなんだろうね。今回はピンズとマンズ綺麗に割れましたね、筋で。これパーピン切ったら曲がれなくなりますね、まあでもEラン切ってるからもされないんでしょうけど。飯田さんも想像伸ばそうとして伸びないですね。この形諦めないんだな。三蔵がやっぱりドラですからね、三蔵来た時のことを考えればやっぱりその形を残していきたいですかね、1だね。こうなっちゃうやつね。ローピン何個になった時点で3ピンはこれ引けますもんね。ピンズはこれだけ分断されてれば、統一馬といってもカンちゃんの3ピンはいけますね、一発で引いちゃいましたね。ウーワンはもう3枚目ですから、これはちょっとさすがにいけないでしょう。ん、ああ金子さん小さく失敗しましたね。これ伊藤さんの3万っていうのはウーワンのワンチャンスで、ね、ンンスですね。あとそうですね、ウーワンのワンチャンスしかないですね。伊藤さんの罰がなかった。あ、ウーマンまた引いた。すごいですね。統一馬ってあるんですね、こういう時期は。強烈な統一馬ですね。しかしピンズにしてもマンズにしても伊藤さんまあ、やめたあてらウーマン出てますからね。三蔵引く前に上がってるというか、伊藤さんまたチーピンを引いてきても嫌になっちゃってるんですよね。三蔵で間に合ってるっていう、
はい、今度は2差し引っ張って、まだ生きてるんですかこれ。パーマン、パーマンが2枚生きてる。あ、生きてるんですか。なんかこの流れだとなんとなく背底前あたりに引きそうな気がしないでもないですねうん、本当ですね、これね、生きてますね。あ、テンパイですね、伊藤さん。地層は3枚見えてますから、地層の方行くんですかね、これやっぱり。GPN ちょっと行きづらいですよね。お、GPN入った。これはね、伊藤さん独自の読みなんですよね。あの、きっとついてる人だからいい町になってるだろうという、なるほど、うん、2人天敗ですね。伊藤さんと、伊藤さんと飯田さんの2人天敗で、飯田さんの天敗連チャンです。長いトンの3曲になったんですが、まだ長引くかと。トン2曲ですね。あ、ごめんなさい、トン2曲ですね。すいませんでした、さっきからずっと間違えてます。親の飯田さんにダブトンが、トン1と入りました。連チャンも2回ぐらい続くとダブトン入ることよくありますね自分の経験あるんですけど、なんかレンちゃん体制に入るときとダブトンが来るんですね。小島さんも、なんでこうなってるのおかしいなと思ってるでしょうね。あの、せっかくあんな形で、あの奇跡的なね、あれを一発で上がれて、それで打った相手がなんでこんな風に連チャンするんだろう、変だな、誰か変なことしてないかなとかね思ってますよ、普通こんなに点、あの連チャンできるわけないんだけどなとかね。苦しいかな。まあ、二差しのね、ヤンシャンテン。ポン。まあ、飯田さんトン。トンですね。まあ、飯田さんこんなの形取らないでダブトンドラドラで十分ですからね。まあ、それはシャー短期ですか。そのシャーはまだあまり行きですね。誰も持ってないですね。伊藤さんにいっぱいが入ったな。これで動きやすくなった。金子さんまた統一ですね。統一手で射点なのか、これチート一割りアンシャンですね。本来ならピンズに寄せたいでしょうけどね。ほうほうほう、小島さんにこれはどっちを切るのが有利なんですかね。パーマンとこれは同じですか、大差ないですか。パーマンの方かな。もう何もなきゃ、他が何もなければパーマンの方がパイのつながりがあるから。
これでいいシャンティですね。さて、この数値円を残すかどうかですか。あ、これ残しましたね。ちゃんと残しましたね、今度は。飯田さんがなんかじりじりと形になってきてますね。小島さんもいいシャンティ。でもまあいいピンの方いて知恵って感じですね。伊藤さんはもうほとんど形が筋に入ったんで、ああ飯田さんの星パーマンが横に流れて、うん、あちょっとこれでちょっとゴロッチの目が出て、やっぱりあのそういうのがあるんで、ああ目いっぱい引きましたね。それでも引いちゃう、それでもパーマラスハイのパーマを引くんだ、すごいな。これはこの勢いはあと2枚生きてるシャアに来そうですね。小島さんが先にテンパって打ってしまうのかどちらかでしょうけど、小島さんがここはもうローピン切るんですか。パス行くんじゃないですかね。もうパスのが自然ですかね。ゴロ7、3色目出して、そうですね、3か4が頭になればっていうんで、あそこローピンってことだね。3か4だ、強いなった。これはパスを起きるでしょう。うん、パスですよね。自然ですね。あ、来ましたね。なんかもう一発で来そうですもんね。4000オールがすごいね。3連発です。3連発ですね。4300。あ、切れてますね、なんかこう。さすがに、今日が第10戦になるんですけど、やっぱり来ましたね。山3連発は初めてですね。飯田さんがダブトンドラドラの4000の300オールです。トン2曲、これ今度何本前になるか分からない、ね、4本前ですね。これ4300オールでしたから、ドラがウーアンです。ドラがウーアンとなると今度はドラに合わせた手が来るんですかね。こうなると6万です。6万ですね、ごめんなさい。あ、そうでもなかったですね、ドラに合わせてたのか。これあの金子さんとか小島さんはどうなっちゃうんだって感じで、父さんが仕事の3色がちょっと見える手ですが、まあシャアを叩けばこれは割と楽に上がれるんじゃないかと思うんですけど。今度ばかりはちょっと飯田さんも苦しい配信になってきましたけど、これが間に合ってしまうようだとまたひどいですね。あ、伊藤さんシャーポンしました。飯田さんがいいですよね。これ最終戦が抜け番じゃないんでね、飯田さんはいいですね。僕と小島さんがね、最終戦が抜け場になってるんですよ。目標にされますからね。だから、うん、直接対決ができない分だけね、最後。あ、ドラが怒りました。ここは本当伊藤さんに頑張ってほしいですね。サブローピンとカウンサのいいシャンテンですね。
金子さんは遠くに6チッパーがちょっと見えるぐらいで、飯田さんはちょっと二差しの目が出てきたって感じですね。サブロビも決めちゃう。金子さんがペイを重ねましたね。ペイ茶ですからこれもポンの手はあるけど、まあ、金子さんそれもポンはないでしょうね。そうですね。あ、飯田さんが二差しの目が出てきて、ましたね。しかし小島さんが白を重ねてここで急になんか切っちゃいましたね。したね。どうしても1、2歳やりたいんでしょうかね。こんな先切りしちゃダメですね。よしよしよし。調子悪い時は伊藤さんより先切りしたことありましたね、似たような形で。はい、もうちゃんと正直に打たないとね。小島さんもこれでいいシャンテン。伊藤さんもこれを上がり切らないというちょっと気分悪いですね。そうですね。こういう時に上がれないと落ちますからね。これどうするんでしょうね。4を払うんかね。あ、金子流ですね。金子流、なるほど。これ金子さんはペイの方を選んだんですね。そうですね。だいぶじれてきてますけど、頑張ってくださいって感じで。小島さんもあれいいですよね。あの白の統一落としをバレないように、あのまだ抱いてみるでしょ、続けて切るとね、あのダメなんですよね、こういうのは。あの手がピンヒル系統にすぐバレちゃいますからね。じれないでね、辛抱強くいくしかないんですよ、ここはね。二差しの連射点か、連射点ですね。でも構えは良くなりましたね。うん、あ、やっときました。これでホッとしましたね。僕はこのカウンソーでそのまんまもうべったりとかと思われますけど、これはなんも上がれるでしょう。ああ間に合うか。これが間に合うようだとちょっと大変ですね。そのままですね。いや、ここはちょっとちゃんと上がらないと、ちゃんとって上がらないという感じですけど、伊藤さんが上がるの大変ですね、これね。もう伊藤さん上がらせるのも金子さんしかいないんですけどね。このローピンをもう打たないですか。飯田さんがね、ウパーピンが、うわ、またすごい少ないウパーピンを引きましたね。ああ、これで半三ピン、テンパ入りましたよ。半三ピンのテンパですね。ただちょっとリーチはどうかなって、サブローピンがちょうど裏筋になってて、これリーチいっちゃった方がいいんですよね、こういう時はね。あ、そうなんですか。僕はもう、こういう時はもう何が何でも、あの見ようが何しようがリーチですよね。その方がね、いい結果が起きるんですよ。ちょっと考えましたね。あ、まだ入れる。そう、リーチ行かないでほしい。お、詰まった。伊藤さん勝ちました。よかった、よかった。シャードラさん2004戦の4本目です。この伊藤さんの価値は大きいですね。そうですね。いや、まあ、大きいといってもこれでこれを持って勝つわけじゃなく、飯田さんの果てしない爆発の、果てしない伸びを止めたという。3ピン引かれたらどんだけの、1回で100ポイントくらいのね、トップになりそうな勢いですから。
これも積もられて周りが大変だな、これは。そうです、周り、いくら積もられたんでしょうね。4、4、4、12、14,000。1万4,000、15,000ぐらい引かれたんですね、たった1曲で。積もられてますね。たった1曲とか、まあ、トンの1曲でした、2曲でしたけど。長いトンの2曲が終わりました。やっとトンの3曲です。親は伊藤さんです。ドラはリャンソ。親、小島さんじゃないですか。あ、ごめんなさい、ちょっと間違えてますね、書くところ。親は小島さんですね。伊藤さんが白がアンコです。これが伊藤さんなら伊藤さんの手配に入ればすごかったんですけど。三元杯が割れましたね、早くから。これはもう、これは麻雀でよくあるんですけどね、ええ、あのこの大爆発を起こした原因が伊藤さんでしょ、ええ、ね、本来なら6、9万であのすぐ終わってる親が、終わってましたからね、ね、こんだけ長引かした、ええ、で、それの原因を作った伊藤さんがやっぱり万感を引いて終わらせるというね、ええ、それであの他の2人はただ引かれてるだけでね、まあ、こういうことって多いんですよ、麻雀、うん。飯田さんが青をポンしました。で次にチューンをポンしてテンパります、入りますね、まあ、おそらく伊藤さんからすぐ出ると思います。小島さんがドラ統一でね、これもじりじりするような、形になるんでしょうね。小島さんが両面3つ残して、そうです、ね、これがなかなか引かないと本当ジリジリしますね。こちらはこうやって急走じゃなくて7万のを切っとけば、ね、いいんですよね。急走統一落としをミスしちゃったのはね、やっぱりあまり自分の手役を見せてるっていうことでね、よくないんですよね。あんまり情報を与えない方がいい。目いっぱいですね、目いっちゃいますからね、うん、これで飯田さんにテンパが入りました。ウーピーと6万のシャンポンです。これ脇の2人から見たらまさか大三元とかいうなんか雰囲気的になんかありますからね、ポン、伊藤さんがパーピンをポン、さあ寛容口、そう、これでウーピーの振りはないとあれ絶好のロキューピンだね、これはかなり 勝利を確信できるロキューピンですよけどね、まあ、ローピンは金子さんにもあんこなんですけれども、これ関するんですか、どうなんですかね。さすがにリーチが入ったところはあんこは無理ですか。そうですね、金子さんの、ポン、伊藤さんのソポンでこれでサブローマンテンパ入りましたね。そうですね、スーピングラスチャンスで3回いきますね、うん、このローキューピンは待ち自体はいいんですけどね、ええ、もう飯田さん降りないですね、これは。サブローも結構薄いか。あ、伊藤さんが使いになりました。これは止まらないですね。リーチ、インフ、ドラドラ。ドラさん。
た1枚乗りましたのでリーチピンフドラさん、1万2000点です。まあ、動いたところから急ですね。ターピンをポンして振り込んだってことは、あの小島さんが積もってるんですね。これ6線ぐらい引いてるんですかこれ。あ、違うか。パーピンポンでテンパイ入ったんじゃないか、確か。パーピンポンでテンパイですね。で3ピン。ほんほんほん積もってるんですか。3枚引いたわけだから。あ、パーピンポンの後もう一回ポンしてますね。もう一回そう。トン三曲一本場。連チャンしますね。みんな。長いですね。小島さんが、あ、伊藤さん。いいですね。さっきの宝珠はだから全く違うこの次の曲に出てくるってやつですかね。あ、これいい動作引きましたね。あ、早い。早くも想像に小島さん決めてしまいました。そうですね。9ピンを持っておくには何かあるのかと思いますけど、テンパイですね伊藤さん。9分でテンパイ。テンパイですね。これはもうひどいですね、これ。これはもう簡単に出ますね。なかなか出ませんけど。あ、2枚続けるのは悪いと言っても、あの形は2枚続けても別にどうということはなかったと思うんですけどね。もうリーチ行っちゃうでしょ。あ、行かないですね。かっかりしてるのかしら。気持ち的に盛り上がらないんですかね、。ドラもないピンフだし、ドラでもあれば行くんでしょうけど。大変、さっきあの見てて突っ張ってたんですからね。まだいいですね。今回も飲み手じゃないですか。リーチ行ってればまあこんなもんですよね、伊藤さん。伊藤さん、ツモピンス、400、700の一本場、500、800です。これテレビでなかったら裏ドラ見たいところですかね。そうですね。裏ドラ見て、タクルに思いっきりガーンとぶつけるような局面かもしれないですね。トン4曲、レイ本場、親は伊藤さんです。ドラは9ピン。しいんでしょうけども、でもまあ、あ、俺キューピン止まってるわっていいかもしれませんよ。そうですね、リーチ行かれたらいつでも俺が打つよって感じですもんね。そうですね。打つのは俺の役目だなってそういう風な雰囲気ですけど。さて伊藤さんがこれピン3ピンですね。キーハイが金子さんがずっとこう耐えて、金子さんしかしよく耐えてますね。もう1万点切ったんですよね、持ち点が。いつの間に切ったんだって。よく積もられたかな。
飯田対金子は飯田さんの方が、ええ、なんかこう分がいいんでしょ。そう聞きますね。まああまり上がりに行ってないですね、金子さんは。飯田さんドラゴンコになった、うん、さらにさらに加速しようとしてる。6ポイントこれ本一に寄せるのかしら。伊藤さんの 目が左右に離れていきそうな気配ですね。これはなんかやっぱり飯田さんの流れですね。これ予想がこうどうも手の伸びが悪いというかし、飯田さんがマンズの形決めないで堂々でも動けて形取ってますからね。飯田さんだと医者でんでしょ。これサブロピン引いたらカンパーマンで即で行っちゃうだろうし、どっちでも即で行っちゃいますからね。これあんまり嬉しくない嬉しくない感じなんですね。ああ今のパーマンがもったいないですね。こうなると1つ目があるからやっぱり地合いを先に、金子さんがじわじわとですね。切りませんね。これはちょっと重い局になりそうですか。マンズに抜いてますね。これ白が2枚切れてます。青とチームはまだションパイです。なんかこれチピンって振り手になってますね。どうも行ったり来たりですね。おこれで金子さんが行く気になった。気になった、このパーティーツも行く気になりますね。これで山切って欄干に取って広げて、3番やっちゃいましたね。おこれも 3アンコ3アンコしてね、バリ捨てましたね。アンコは2つ捨てたんですか。そうですね、チーピンとサウンズ。ちょっとチーピンが早すぎたような気もしないのね。ドラが9ピンですからね。あ、金子さんテンポですね。これでチュンとローピンのシャンパンに積もって、あ、3アンコはないんですね。これはいい感じしてましたね、リューハの方を切ってて、はあ、しかもこのチームは丸行きですね。丸行きですね。伊沢さん、キューピンが4枚。そう、どうすでしょう。勘しちゃうんだろうな、これ。怖いですよね、やっぱしね。これテンパピン、勘するならテンパイまで待つ必要はないですね。これはもう真っ向勝負でしょうから、勘しちゃうでしょうね。あ、しまった、ドラッグ勘ですね。あ、チーピン。小島さん小島さん辛いでしょ。あ、このまま引いた。うわ、これリーチだ。いや、これ金子さんビビるでしょうね。耐えて耐えてやっと出たところをどんどん叩かれそうな雰囲気ですね。一番嫌ですね、こういうのが。さあ伊藤さんが、じっとペイ3ピンで手代わり待ってましたけど、これ9アンツも。ちょっとするチーピンを持ってきたんだから、今で別にもったいないからってんで引いてきたわけじゃないですよね。ちゃんとあの画面の横に立てなきゃいけないということで、つい切りそうになった牌を持ってきただけのことですので、誤解のないように。伊藤さんも考えてますね。これこれ行っちゃおうとかしてるんですかね。3分でもう、あ、降りたん
おお、強いですね。チュンノクシがうまくいったと思ったんですが、飯田さん、もう流れは完璧に出来上がってます。リーズも三千六千。ドライオン裏ドラ乗りませんでしたね。リーズもドライオンで三千六千。金子さんのリーチボ千点も、飯田さんの収入です。トンバ終わったところで、今のところ飯田さんが66,400のダントツですね。ナンバーこれから迎えるんですが、どうでしょうか安藤さん。ちょっと差が開きすぎて、もう差が開きすぎて、それにこれはもうみんなツモツモツモですからね、飯田さん。あれやっぱり好調な時はもう積もれますよね、積もっていく。値上がりよりも、積もれる方がいいんですよね。さて何曲、親は金子さんです。耐えて耐えて積もられて積もられて、箱寸前です。ドラはパーマン。金子さんはちょっと冴えてないですね、やっぱり。ここで飯田さんの足が止まるか。全般的に伊藤さんはいいんですよね。いいんですよね。いいんですけどね。しっかり受け止めてくれればいいんですけどね。拍発重ねましたね。やっぱいいですね、夏物の着方は。ただここでドラの、そうですね、7番が入るかどうか、まあ、ドラ離すような形になるんでしょうね。7番もうないですよね、あと1枚しかないか。ここでウーアンでも切ればまた、おこれは、これはピンズの本質いっちゃうでしょう、もう3番から切りますね。3、4、6くらい外しにいっちゃうでしょうね。飯田さんも手も遅いですね、今回は。ね、これは小島さんの手楽しみですね。間に合うかもしれないですね。上手にどんどん伸びてくる、ここは。これはウーソなんですかね、リャンソですかね。あ、リャンソ切りましたね。僕はもう、ああいうのってあの5万切っちゃうんですよね。あ、もう勘違いに決めて。5万切って、もう満足を払っていっちゃう。想像を伸ばし、伸ばしちゃいますね。そうそう、伸ばすはいいのに、あり余る月を持ってるのにな、この人は。安藤さんだったらですね、今リャンソ積もったところで、カンチーワンより先にリャンピース、インスーピーの方からまずさばくんですか。いや、もうローマンパーマンいっちゃいます。あっさりと、はい、まあ、あえて不利なところに残す必要はないってことですか。そうですね。これなんか今朝もひどいな、これなんだからっていう。こう今の伊藤さんの手なんかね、金子さんが打たしたら完全に、あの寄せてますよね。あ、パーマンがちょっと今さん統一になりましたね。どうしても伊藤さんはあの形で打っちゃうんでね、あのこういう風になっちゃうんですよね。ちょっと動き、もう動き止まりましたね、手配が。スーピン、いいスーピンがこういうふうに流れてくるとちょっと血は薄いですし、いや、想像が山にいっぱいいるんだな、これな、みんな想像のつもだ。後半は想像がなくなるんだろうな、じゃあ。
怖いからスースー切るでしょうね、うん、金子さんがこれでマナーだな。でもじりじりとまとめてきたんですね。これ切る範囲難しいですね、うん、まあドラがパーマンなんで、まあ、カンパーマンの受けは残したくて、お、でイーシャンテンですね。まあ、キッチンピン払ったからここは中盤あれ、うん、あ、係数引く前に3個ですね。リーチおやばいリーチですね、積もればおお、来ましたか。白と初のシャンポン、これはまた山に3枚じゃ2枚か。金子さんが一発ですかもされて、金子さんに入ったらちょっと出ないですね、あの形では。飯田さんからも出ないですね、これはね。特にチュン切りのリーチはちょっとね、自分の手の中にあの他の薬杯がありますよって言ってるようなリーチですからね、これね。まあ捨て杯もそうですね、これはちょっと総図を7-3-5-2-4-6とマンズ、ちょっとチンチャンパイ出過ぎですか。出過ぎですね。飯田さんここでテンパイですね、流派とな。あれ、あ、これは出やすい方選んじゃったんですね。出やすい方だ、おい飯田さん、この辺は甘いな。リーチ初ドラッサン12,000。おお、うん、小山12,000ですね。あ、違う、8,000で、子供ですね。そうですね、金子さんが親ですね。そう、失礼しました。これはちょっと親になるまた変わったんですかね、飯田さんも。うん、縄が1枚切れて上がりに行っちゃいましたね。これはちょっと飯田さん甘かったな。ここも守護郎追いすぎる。そうですね、もうちょっとまあ厳しくなりますよね。難を掴んでるところかな、今持ってきたところが弱いね、これね。小島さんがあまとまってきましたね、かなり。これはパーソン級数と払ってもいいですか。問い問いを見て、うん、僕はやっぱりパーペン切っちゃいますけどね、うん、金子さんこれはもう何がドラで辛いですね。攻めるに攻めれないで。まあ小島さんの予定通りには来てるんでしょうけど、これはスーピン切るのは筋なんですかね。パーピンが筋。ああ、そう言っちゃった、うん、これはピンズの方を重ねる自信があるってことですか。わからないなあ。伊藤さんはもういいシャンテンですね、決め打ちましたね。さっき3万外してリャングパーマまで変化はもう期待なしというところですね。テンパイ逃しちゃったからな、うん、普通に白とウーピンのシャンポーそうだね。ここでまたそういうふうにしちゃう、これね、伊藤さんも押し頃にならないんですよね、これ、うん、いいシャンテンなんですけどね。そう、3万決め打たなければリアウパーになってたんですけど、そうなんですよね。ただまあ何を打って、まあ、金子さんから入りましたかね、これが、これでテンパイですね。これで3個のテンパイですね、1、即図もしてたんですけど、ね、即
ショック相撲してたけども即の位置入れてましたかね、しかしあまあシャンポンなるまで待ってますね、きっとね、伊藤さんも困りましたけど、やめたい手じゃないですからね、できるなら行きたい、あこっちで切っちゃいましたね、ウーピンが入ったら勝負と、ちょっと入りそうにはないですけどね、これで出だされましたね。これちょっともう白は出ないですね。無理ですね。うん、残るは数万。これも一枚だけですね。あ、これは金子さんがちょっと横気になったから怪しいですよ。白。怪しいですね。小島さんは今追い風に乗ってるっていう、あんな。いやすごいな、いやつもいいですね、これ白を外して切っとくともうこれで即相撲ですよ、ヤマは即相撲になってますね、外すタイミングなかったのかな、うん、ちょっとなかったか、伊藤さんも悩んでますね、これは嫌、うん、なとこだよな、こういうのきますね、迷うように、スープに切って何もないんですもんね、さすがにもうあんだけ結構いろいろやっちゃうとダメですね、あ、4番が来た、これ辛い思いをした、切っちゃいましたね、そこまでマンズばらまかれた宝が止まらなかったですか、いや小島さんがリーチのみですね、1300点、やり方がやっぱおかしいよね、なんか、1万をアンコにして3色諦めたのであれば、4万も切ることはないよね、ローピン行けばいいじゃない。どうせ行くつもりになってるんであればね。7万で、7万で、やめたっていうんですか、うん。なんか伊藤さんはブラブラしてますよね。中途半端ですね、打ち方が。うん、あ小島さんは捨て牌を作る人ですからね。995と切って違うの待とうと、伊藤さん2差しが見えてる、だからこういう状況の時で3色はできないんですよね、役は、あ金子さんがいい仕立てになりましたね、いいシャンテですね、飯田さんはもう将来的にはもう俺ですね、これ俺ですね、三蔵はなかなか切らないですね、飛車点には取らないですね、あ飛車点ですけどね、だから決めないで、これだから2蔵を持ってこいですよね、なんでロースを切らないのかな、皆さんも完璧に折りいいですね、あってやっぱりこれもう即りなんでしょうね、多分小島さん行かないと思いますよこの人はここはこういうところはもう即りで、もう鉄則ですよこれ、即りが、これ外すでしょ、外しましたね、こんないい親を迎えてね、これはね、ぬるいよね、ぬるい回しですね、これはどうなるんだろう、これ伊藤さんに差し折ってつむいっちゃうんでしょうね、まあ、ローソーで射点に構えるでしょうね、とりあえず親の特権は全然生かさないですからね、
あ、もうやめてますね、じーといて、どうも、はっきりしないですね、伊藤さんも本当にやってることがあっち行ったりこっち行ったりです。これは勝てない。あ、パワーピン受けがあるのに1球ピン外しちゃいましたね。金子さんね、4-5-5-6どうしても差し子にしたいんだそっか、そうしたいんですね。ほら、テンパイ4も逃したでしょ、全くこれちぐはぐちぐはぐだよね、伊藤さんも、伊田さんがまた、いいシャンプーになってますね。これで、あ、でも5万、でもまあこれは残すんだろうな、もうスピン切っちゃうでしょう、こうなったら三蔵はやっぱり切らないでしょうね、ここまで持ってきて。あ、今回ちょっとあれですね、お、二刺しになった。これはあ、リーチいかない、いかないんですね。ランピンが2枚切れて、こんなとこでやめてはったってどうするんだろう。あ、テンパった。あ、あれは皆さん、このリューファー嫌いなのかなとかリューファー短期で受ける必要は全くないのにね、地獄のリューファー短期でいつでも降りられるようにして回れるようにしとけばいいのに。そのカンパーピン受けを拒否して、パーマンも悪くないマジですけどね、もう小島さん、スーピン残してるの、あつもですね。ねえ、全く優柔不断もいいとこだよね、こういう打ち方は。これは700、1300ですね。いや、1326です。ドラガー、タッピンチも。1326ですね。これはもう、なんで3000、6000になってるのにこういう風にしちゃうのか。もう頭の中がぐちゃぐちゃになってるんだろうね、これね。一番ついてるんですよ、この人が。本来なら。ほいで結局これ、伊藤さんが上がれた要因は換算ピンで小島さんがリーチに行かなかったからなんですよね。もうこんなの絶対即リッタ止めとけばいいんですよね。いい状態だったのに自ら放棄しましたね。さて、オーラスです、トップ目は飯田さん、ドラは9万、親は、伊藤さんです。このかん、ほとんど2万点単位ぐらいで1着、2着、3着が離れてますので、まあ、ほとんどこの局がテーマがないと言いますかね、もうそのまま終わらせるという形で。金子さんが、まあ、満願で3着に、金子さんたまらないよな、何もしてないって。本当に金子さんだけはちゃんと打っててね、このラスは試着が何もないんですよ、このラスは嫌ですよね。嫌ですよね。他の3人はね、結構試着があるんですけどね、金子さんだけないんですよ、これはね。いや、麻雀っていうのは本当怖いですよね、こういうのが、金子さん名本チートヨツの三シャンテンですね。こんなシャンテンなんか言ってる場合じゃないですね。伊藤さんがチートヨツのいいシャンテンになりました。これはね、金子さんがね、金子さんはあれなんですよね、積もられ場だったからね、みんな積もり合いこの場ですからね、みんな失着しながら
積もっていくという誰かが失着すると誰かが積もる、うんうん、そういう場だったんでね、振り合いにはならなかったからね。まあ、振り合いになればじっと我慢して3着目にいながら2着目を、そうですね、そのうち来るんですけどね、うん、テンポが減らないでじっと我慢してるとそのうちね、あの上がりが来るんですけど、うん、なんか春が来そうなちょっと遅すぎますね春はね小島さんもドラマ統一で、伊藤さんはなんか失敗してますね。こんなのいかないでしょうね。もう飯田さんは全部抑えて。あ、テンパりましたね。シャーかペーか。これも、まあ、知らんという形でもうリーチなんですよね。うん、リーチ。これダマルする必要ないですね。ほうほうほう。もう一枚切れの下じゃん。これは告知が嫌なんでしょうね。一人告知気味の下配してますからね。まあ飯田さんの下配が嫌だし。あ、出ちゃったんですか。さんが振り込んで一発でいっちゃいましたね。もうね、我慢の弦が切れましたか。リーチパッチートイツ、ちょっと裏ドロが分かんないですね。金6ですかね。金6ですね。リーチパッチートイツで9600。伊藤さんにチームアンコール入ってますね。展望表示102とありますが、1万点金子さんに貸しがあります。金子さんはもうすでに箱を割ってます。そのキューピアンコにして最後は飯田さんが上がって締めくくるのかな。ああいうとこからウーピンを切っちゃった。もうピンズを絶一スモンっていうやつですか。ピンズを見切るんですけどね、うん、あ、伊藤さんの手でね、今ね、うん、これはもうじゃあ何切ったんだったらリーフでしょって全く分からんってこの人のやることは。染めちゃいますね、これはいい数万入りましたねこのままだと伊藤さんこのベンチストで泣かされますね。そうですね。どこも遅い。遅いですね。わざわざ率先してリューファー来たんですか。そうですね、合わせ打ったんですか。あ、飯田さんが切ったから合わせたんですね。合わせた。
まあ、それは初打っとけばああなってないですね。今オルペンチーソはさばかれてますね。そう、三三でね、さばかれてるし。三田さんはマイペースな手作りで。まあ、小島さんも言ってみればマイペースな手作りで。これ6チッパーで一緒に入りましたね。ただ9ピンが、あ、そうだね、9ピンがこれほとんどない。もうまだペンチーストずっと抱えてますね。三田さんもパーマンサブロスト、まあ、テンパしたら行っちゃうでしょうけどね。他にもトンポンですね。これもほとんどもう2着で終わらせって感じですね。そうですね、まあ、ちょっと伊藤さん小島さんの方に追いついてきましたんでね、この9600で。ナンは1枚出てます。で9番が勝敗か。まあ5番切っちゃうんでしょうね。あ、2万を切る、なんで1万がどこになったの。あ、4枚切れてる、4枚切れてる、ね、ははなるほど。あ、これやっと手代わりができた。伊藤さんは急走で、でもまああれはそうなんですよね。お、伊藤さんやっと楽になりましたね、これで。ちょっと感想そうでね、これで、あ、あれ何やってんだ。あ、ドラが嘘だからこだわってるのね。でも数層がもう2枚飛んでリンシャンに1枚です。これはちょっとひどいなあ。もう1何をやってるんだろうね。入りましたね、リーチ。リーチドラが1番待ちですね。そんなに、なんとマージャンになってないような。しかもこの親も連チャンしなきゃダメですからね。ここは思い切ってウソ以外、何を考えてるんじゃろうにゃ。これで突っ張る。一発で掴んじゃいましたね。まあ、打たないですね。チッパーはね、さっき諦めましたからね。打つとしたら、打つとしたら、老朽案が入った時の伊藤さんですね。今度これ、椅子措置して、あれですもんね。あ、テンパいましたね、カウン案です。金子さんのダマ点はもうこれはもうラスでもしょうがないってやつですね。そうですね。これ以上の失点は必要ないと。失点は必要じゃないじゃなくて、もう漫画が上がっても何してもダメですけどね。小島さんは漫画打つと変わるから嫌なのかしら。変わる点差ですか、これ。ちょっと展望がよく見えない。漫画打つと変わる、まだ変わらないですね。これで急走でしょうね。お数層も小層もないし、嘘もないし、伊藤さんの場合は上がれないし、テンパイも多分できないですね、これはね。これはちょっと裏筋で嫌ですね。これは小島さん何期と降りるんですかね、もう。そうですね、抜いておりましたね、もうね。そうですね。どうやらこれはこのまま流局と言えないかな。
微妙ですね。裾を切ってペンチーマンのテンパイを持続させるか、キーマン切るか。この展望ですからね、まあ裾を切っちゃうでしょうね。もうテンパイ量だけでよしと。あ、引いてるんですね。でもリーチかけらんないか。これが安全パイになりましたね。これでほんまローソー切ってましたね。あ、ローソー厳密ですからで、金子さんと金子さんじゃないですね、ごめんなさい、金子さんと飯田さんの転売で、あ、金子さんペンチャーですね、金子さんと飯田さんの転売、親の伊藤さんが脳天で流直です。トップは飯田さん、2着に小島さん、3着が伊藤さん、4着が金子さん。これはもうトンバリ決まっちゃいますね、トン2着でほとんど。そうですね、トン2局でもう決まっちゃって。おそらく小島さんがね、あの何の親でね、あれそくり言ってると面白かったんですけどね。関三品ですね。関三品ですね。あそこ小島さんがせっかくあの飯田さんから漫画をちょくって、ね、ちょっとこういい感じになってきたからと思ったんですけどね。一つポンと上がってそれからでしたね、それからという雰囲気なんですけどね、一本目から。それでは第10戦前半の感想戦です。トンの2局に飯田さんがその爆発力を発揮しました。親マン三発つもという、この今回では初めてですね、すごい勝ちっぷりだったと思います。トータルで95分の戦いでしたので、なかなか話題も豊富だと思います。それではまず飯田さんからお願いいたします。残り半ちゃんが少ないんで、まあ、かなり、やる前から強気に攻めなければ優勝はないと思っていまして、手が入った時は、もう一気に攻める、手が入らない時は降りる、これはっきりしようと思って、対局に臨んだんですが、トンの一局に、小島さんのリーチに対して、リーチ入る前は、まあ、結構ピンフにうまくまとまるかなっていう手合いだったんですけど、リーチかかった瞬間に役なしの貫老腕でテンパったんですけども、まあ三蔵打てば役なしの貫老腕、あと手がありまあリーチ打つ気はないんですけど、そこでそのテンパに取らずにピンズのゴロッチ、ドラの指示牌がチーピンなんですけど、現物は一個もなくて筋のチーピンだけあった、そのチーピンを一発で抜いてしまって点が跳ねてリーチ一発表ドラ1個で6、4打ったんですよね。で、まあこういう麻雀打ってたらまずダメだなと思って、半分勝負ちょっと諦めたというか開き直ったんですよね。まあ開き直ったというか、まあもうラスクラっても箱になっても今回はもう行くしかない、引いてたらもうかなりボロボロになると思って、なんかこう結構逆に打ったことでダメだと思ったことと、もう逆に腹くくれたような感じがして、そこからまあたまたま、まあそれが良かったのかどうか分かんないんですけど、たまたま親マン3発上がって、その後も小島さんに流派とファンパイドランコのリーチに打って、なんかやっぱりちょっとドーンと構えてるような、点差は大きいトップだったんですけど、ドーンと構えてるようなマージャンじゃなくて、やっぱりちょっとそわそわしたようなトップとの取り方で、まだ
できてないなっていう感じ、大きいトップだったんですけど、そういう感じで終えました。わかりました。では次に、その飯田さんをつかせたのは俺だよと半ちゃん終わった後に妙な自慢をしていた伊藤さん、まだまあ、トンの一曲で飯田さんがね、小島先生に64飛び込んで、そのトンの2曲、飯田さん親の時に、まあ、僕がちょっと一通にちょっとこだわりすぎましてですね、マンズの形が1、2、3、4、5、7、8、まあ、そこを手広く受けて、まあ、ピンフの形で何も一通狙うことはね本当はなかったなとも思うんですが、まあ、その時に、まあ、なんて言いますかね、やはりまあ、ここまでトータルマイナスしてますしね、まあ、その一通とかなんかそういったものできちっと上がっていかないと勢いが呼び込めないかなっていうような気持ちが動いてですね、うん、まあ、結局それが裏目に出てもう後手を踏んで、まあ、それで小島先生が6万を出した瞬間、まあ、そこは頭ではもう地位手に取ろうと、まあ、そう思ってたんですけど、まあ、そこで取り損なって、まあ、それは結局飯田さんも天杯に入ってですね、リーチ、もうその時ものすごく嫌な予感したんですよ、うん、 そうですね、まあ、そしたら案の定ね6球盤であれ地位点取っとけば9万が小島先生に流れて、まあ、当然先生はそれ振ってくるでしょうから、そうするとね親満3連発っていうのは、うんうん、おそらくなかったし、なかったんじゃないかと。嘘を5567からね、嘘を切っとけば2万が頭になって、はいはいはい、闇点で69万 で、その6万でロンでしたよね、はいはい、まあ、ですからそこでもうね、もう後手踏んでね、一手遅れになってるんですから、まあ、そこで一通、まあ、もちろん狙ってたんですけど、やはりも相手が相手ですからね、うん、そこでちょっとぬるい打ち方をしたなってちょっと反省してるんですけど、ね、皆さんちょっとご迷惑をおかけしてすみませんでした。それでは次に金岡さん、1回戦前半はもう、1回も分からないノーホーラーとで、さっきも飯田さんの話に出た小島さんのリーチドランコの流派と白でしたっけ、はい、あれも、まあ、行けば流派浮いてますから行けば宝珠になると、そのすぐあとやっぱ小島さんのつもりさんこの白と数万の、はい、リーチとその時も白を行けば、はい、まあ、持ってますんで、要するにもう、上がりに行こうとすると、まあ、当たり牌が出ていくっていうことになるんで、まあ悪い時は辛抱せんとあかんなっていうことで、まあその辺はよく降りれたなとは思ってるんですけれども、オーラスの伊藤さんのリーチ、別に一枚切れのペアだから安全だと思って打ったわけじゃなくて、もうシャアが手出しのリーチなん で序盤チュンチャンパイバラ切りしてシャアの手出しのリーチなんで、もうチート率はすごい嫌なんですけど、さすがにオーラス、はラス目ですし、さすがにあそこは辛抱しきれないで一発で訓録を補充しちゃいましたね、うん、まああれで、まあ、マイナスがさらに増えたと。悪い時はマイナスさらに増えるような打ち方は本当に良くないんですけどもね、さすがオーラスは辛抱しきれませんでしたね。うん、それでは、次に小島さんお願いします。吹かなかったね1回戦目ね飯田君がポンとねキーピン振ってきて、お前はい振ってくるなと思ったよ、ね、いきなりだからそれで6-4じゃその次に金君がナンをね、ドラのナンを切ってて、はい、すぐ2、3巡してね、転敗したじゃない、はい、チートイーダ君をチートイーダ君がしばらく黙ってん、1、2巡黙ってんだよな、はい、それで、イーダ君がリーチかけてきたから、これひょっとしたらイーダ君もね、苦し紛れの何短期でリーチかけてきてるかもしれないなと思ったから、まあどっちにしてもね、リーチを追っかけるつもりだったんだよ、うん、ね、それで一発で止められたじゃない、それで裏ドラに乗ってるじゃない、ね、ついてるガキだなと思ったよね、手慣れてきてるんだからさ、それでまあこれでね、あとはねとにかくボカ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 上がるしね、だから頭低くしてね
二着狙いに行ったりね、あの怪我するからね、出て行ったらそういう時は、ね、それで俺は一番最後なんかさ、もう本当に金子君なんか辛抱強い麻雀売ってるよね。この前俺後ろでいいと見てたけど、その辛抱強い金子君はさ、手が回ってないじゃない、はい、ね、ちょっと紙手でいて手が回ってないとまずいなと思ったけど、動くとやられちゃうからな、だけどとりあえず二着を狙ったという感じだったね、一回戦はね。だから僕としてはね、満足のいく上がりだったのよ、うん、まあ、とにかく何短期上がれない時でね、ちょっとね、今の1回戦目、トンの1局のね、チーピン上がりは大したことないなと思ったんだもんね。そしてドラ頭でさ、親でもって6球ピン、はいはい、あれまた有効から出るからいけないんだよな積もると6000オールですもんね。ねえ、裏づらいくのって6000オールなんだもんやっぱそもうちょっともう一息だなと思ったよ、だけどまあ一応沈み2着だけどさ、プラスになるからね、うん、まあこれはこれでいいかと思ってね。それでは安藤さん、いろいろと、そうですね、飯田さんにちょっと聞きたいんですけどね、何の一曲、小島先生が白とリハのシャンポンでリーチを、うん、かけたんですけどね、うん、その時に確か満座も4万6万とか総座も467とか、なんか中チャンパイが結構飛んでて、それで手出しのチュン切りリーチなんですよ、うん、これどう見てもなんかこう役牌は怖いでしょ。そうなんだね。それで飯田さん確かチートイツで天敗して、いやもう途中降りてたんです、降りてたんですけどね、もう今回は剣と思ってたの、はい、それがなんか三シャンテンがリャンシャンテンな、リャンシャンテンがイーシャンテンになってリーチかかった手途端にテンパったんですよ。そうですね。その時はなんかやっぱりね、勘違い、まあ展望マンガン打ってもいいっていうのは、まあ晴れ間打ったらかなりちょっと寒くなるけど、うん、4万点ぐらい下がったのせいもあるんだけど、はい、ちょっとね軽く瞬間ね、はい、これはショーンパイが取るって頭だから思っちゃったんですよ、うん、もう一枚、まあこっちもチートイテンパって、何の一枚切れか、何でしたっけ、流派ですね、流派かどっちから、まあテンパイ取ればどっちかなんだけど、その瞬間にまあちょっとなんかやっぱり軽く考えちゃったんですね、うん、通ると何は危ない、1枚入れの方が危ない、なんかチートイー、ツーハイトのシャンポン、要するにテレションパイリーチで、まあ、あるんですけど、うん、そういうこと まあ、よくあるってあることあるんですけど、特に小島さんタイプはツーハイ絞って攻めてくるの、多分よく考えるとかなりあるんですけどなんか縄はかなり危ないけど、ションパイは通るって頭の中で多分、まあ勘違いと勘違いで、まあ直感ってみたいなもんですかね、うん、まあそれがまあズバリ当たって、あれ裏と乗り腹満だから、かなり差が1万5000ぐらいになっちゃうんだけど、もし裏取る、まあなんか手拍子に打っちゃったって感じですね。そうですね。あれは簡単に、でもまあ冷静に考えるとやっぱり現物はあったですよね。はい、ありました。だからあれはシャンタに戻すべきでしたね。つい手拍子に打っちゃった。あ、うん、ちょっと簡単に考え、あんまり考えなかったですね。考えなくて通ると思っちゃったの。やっぱりちょっと浮かれすぎたかもしれないです。おやまん三発上がって。多分そういうような感じだと思う。やっぱり、ね、さっき自分言ったけど、やっぱりまだ展望すごい開いてるんだけど、なんか地に足がどんとついてないような感じの打ち方なんだよね。うん、伊藤さんもなんかこう積もられ貧乏で、まあ満貫を上がってましたよね。あの6万個でサブローピンを見て満貫上がって、まあ、あれも、まあ、上がれるかどうかちょっともう半信半疑だったんですけどね。もう天敗ももう見え見えのまあ、形で、だからあれ上がれて、そう、あの時はね、うん、飯田さんが、はい、あのね、単葉三色で換算ピンで張ってるんですよ、はい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 、その時だからあれと思ってね、これはまた引かれちゃうんじゃないかな、山に乗ってます、ちょっとドキドキしてたんですけども、まあそれ上がれて、でその後小島さんが、小島先生そうですね、リーチ、まあ僕がパーピンポンして、そうですね、もう漫画ね、あれそれも乗ってる飯田さんが親の時に積も上がりができたんで、まあ、この飯田さんの次にね、まあ、僕が抜け出して、ええ、まあ、だから僕がもう追う立場で追っていかないと、もう飯田さん独壇場になっちゃう、ええ、まあ、そこでまあ攻めてね行ったわけですけど、うん、まあ、結局それ引かされちゃって、まあ、それ打ったのはいいんですけど、
まあ、ドラン頭、ね、ドラン頭で漫画になってて、あれでね、またね、ちょっとガクッときましたよね。それがあれですか、あの、ラン三曲に、あの、ドラガリャンゾーでね、あの、リャンピンで単品三色ドラ1を転廃して、あの、あ、これは絶対に、あの、伊藤さん、あの、そくりいっちゃう、行くだろうな、まあ、いつもは言ってる人なんで、行っちゃうんだなと思ってたら、黙ってんねん、黙ってんねん、黙ってんねん、あの、ね、9ピンで振ってガクッと来てるところで、ね、これもまた罠かなみたいなね、ちょっと弱気になってたんです、ね、だからまあ、あーウーピンが出て単品ドライチでもいいかなっていう、そういうちょっとこう、うん、気持ちがちょっと弱い感じでね、うん、いて、あれね、うん、その前にロートポンやったでしょ、それで9ピン掴んだでしょ、はい、あのロートね、はい、サブロート入り目なんだよ、だから飯田君があれ助かってるのよ、うん、サブロート引いてる土球ピンだからね、はい、それでね、ロートをねポンしなきゃね9ピン掴んでる、僕にこの音小山に振ってるんだよ、あの、あれ裏ざるのって言ったら一発だったら親っぱりまであったんだよ、つまんないところでロートポンしたな、あれでは、あれ行くと思ってた、まあ、形としてはね、まあ一応ね、ここで攻めていかなきゃっていうね気持ちやはり、うん、上がった後だからな、そうです、てか、あれはね、残念だなと思った、これ内心ね、飯田君が掴んでるのに、なんでまた優子が言うのかだから僕もね、思ったんですよ、ポイしないで、あれ、ね、飯田さんが掴んでたな、ね、また助けちゃったなっていうかね、また飯田さん応援しちゃったかなみたいな、俺もね、あの時危ない危ないと思った、危ない危ないと思ったやっぱり、面前で行こうとか思っちゃったよね、小島さんの兄ちゃんは随分捕まってたな、でも、うん、捕まってたって、まあ振らなくてもいい牌多いんだけどね、まっすぐ行くと宝珠っていうのが結構多かったんだけど、そうですね、小島さんの兄ちゃんは引くとね高いのばっかしだったんですよ、三暗黒系が絡んだりなんかしててね、それまあ引けないのはまあ本調子じゃないし、だから4万打たれたりとか、あの4万打ちもね飯田君が親じゃなかったらね、あれあの上がらないで見逃してんだよ、ほんで白をつもにかけるんだけどね、ね、それでまあ4万が1枚でも残ってればね、つもにかけるんだけど、飯田君が親だし、ここはやっぱ流しとった方がいいなと思ってね、それで13本だけで上がったんだよな、あ、16本か、点が跳ねてね、そういう流れで、第10戦前半は飯田さんのトン、2局の小山3発が来ました、結果は、トップが飯田さん、2位が小島さん、3着伊藤さん、4着が金子さんでした。次回は第10戦の後半をお送りいたします、対局者は、前半と同じ伊藤さん、金子さん、小島さん、飯田さんです。それではマージャンデラックスモンド21杯、次回をお楽しみに。